武蔵大学は東京都練馬区豊田真上市の26の一に本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された。武蔵大学は東部財閥の創設者初代、根塚一郎が社会から得た利益は社会に還元する義務があるという新年から1922年に設立した旧正武蔵高等学校をその前身とする。百四十九年に 経済学部と医学部進学課程の二つの学部を持つ新生大学として設立。学長には旧正武蔵高等学校長の宮本は基地、経済学部長には鈴木武雄が就任した。その後、1969年に人文学部を増設、1998年に人文学部社会学科が独立して社会学部が設置され、 現在は三学部八学科に研究科を有する。旧西高等学校をルーツとする東京四大学の一校で、北海道武蔵女子短期大学は姉妹校。武蔵という校名は、地名の武蔵国と平和主義を意味する漢語、部数文に由来する。かつては武蔵と表記した。武蔵大学は、見学の三理想及び、三つの目標を定めている。 東西文化融合の我が民族理想を遂行し得べき、人物世界に誘非するに耐える人物自ら、調べ自ら考える力がある人物、自立自ら調べ自ら考える、対話心を開いて対話する、実践世界に思いを巡らし、身近な場所で実践する設立以来、少人数教育を行っているが、その特色を最もよく反映しているのが、ゼビナールである。これは、 武蔵大学の前身にあたる、旧正武蔵高等学校時代からの伝統で、1951年には、すでに1年次から4年間すべての学生が必修の、充実したゼミ教育を受けていた。また、武蔵のゼミ教育を発展させたものが、産学部横断型ゼミナールプロジェクトである。従来から、協定留学、短期海外語学研修の拡充、 テンプル大学ジャパンキャンパスとの連携強化、外国語の実践的訓練や異文化体験の場としての武蔵コミュニケーションビレッジの開設など、グローバル市民の育成のための施策を全学で打ち出してきた。各学部も国際化を推進する特設コースを設置している。経済学部では、ロンドン大学と武蔵大学とのパラレルディグリープログラムを2015年度にスタート、したが受講生は、 大学全体の1%未満である。2017年度から人文学部ではグローバルスタディーズコースを、社会学部ではグローバルデータサイエンスコースを開設した。学生国外留学奨学金や学生海外、研修奨学金などの奨学金制度、留学準備講座など様々な制度やプログラムで学生の留学をサポートしている。武蔵大学の発表によると、 全体の就職率が例年95%程度、学生の第一志望群の就職率が80%以上に達しているとしている。武蔵大学の前身、旧正武蔵高等学校の創設者である初代、根塚一郎王蔵書記の正門、武蔵大学10周年記念祭にて、撮影公開。 参加5000人弱学部、経済学部、人文学部、社会学部、国際教養学部2022年4月設置届で中 h t t p s コロンスラッシュスラッシュ w w w m u s a s h a c j p スラッシュファカルティスラッシュ liberalarts スラッシュ index.html アンカー o r 1研究科教職課程卒業に必要な単位に加え、 教職課程の科目を履修し、単位を習得すれば、専門分野を生かした教員免許取得が可能である。教育理念、人間理解、教育方法の学びや教科指導の力をつけ、教育実習を経て、これまで800名以上の卒業生が教員になっている。下記は主な講義の紹介。学芸員課程武蔵大学の学芸員課程は、 学芸員としての実践力を重視し、個性的で豊富な知識を身につけた学芸員になろうという意識の高い履修生を育てる。学生が主体となって企画を立て、実践し、報告書を作成するグループワークなどを行う。基礎的な知識や技術だけでなく、実際の博物館活動に順応できる応用力や柔軟な思考を養う。 学芸員課程の4年間学芸員課程では、学芸員の業務や博物館学の専門知識を学ぶ科目を履修。その柱は、3から4年次での2年間にわたる博物館、実習である。不知機関その他、サッカー部、ホッケー部、ラクロス部、バレーボール部、バスケットボール部、ゴルフ部、剣道部、公式低球部、軟式野球部、弓道部、ハンドボール部、 バドミントン部、合唱団、室内楽団、管弦楽団、アカペラ ESS 部、モダンジャズ研究会、旅同好会など活発な部活動が行われている。また、部活だけでなく複数のテニス、ダンスサークルなども活動している。さらに、文化団体連合会や体育連合会、サークルなどの部屋が、エゴタキャンパス10号館と朝霞キャンパス部室棟に設置されている。 学園祭は白地祭と呼ばれ、例年11月にエゴタキャンパスにて開催される。白地祭は学生が自主的に行っている学園祭で参加する学生それぞれが様々な企画を立て、校内の様々な場所でイベントを行っている。毎年5月頃に武蔵大学の学生による学内運動競技大会、10月頃に東京を4。 大学の学生による4大学運動競技大会が開催される。武蔵大学同窓会は1966年に快速を制定し、ホームカミングデー、土曜講座、ゴルフ会のイベントのほか、年2回の開放発行などを通じて、開園相互の親睦と社会的地位の向上を目的として組織されている。また、武蔵会、白地会の略称を使用して、多様な職域、 業種別の同窓会ネットワークが張り巡らされている。施設キャンパスには1号館から10号館までがある。朝霞グラウンドの面積は約6万7000平方メートル、東京ドーム約1.24個分に相当する広大な敷地に野球、サッカー、ラグビーなどの各種グラウンド。朝霞プラザには新入生から2年次生までの2年間材料できる学生寮やゼミ。 演習に利用できるセミナー室、食堂を完備している。その他、40名まで宿泊可能な宿泊室のほか、講義などにも対応できる多目的ホールを完備した朝霞合宿所などが所在している。クラブ活動の合宿やゼミ、演習の合宿に利用できる学外施設として以下の施設がある。また、赤木青山良は在学生と、 教職員以外にも在学生の家族や卒業生と、その家族の利用も可能。武蔵大学は2021年現在イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、フランス、ドイツ、オランダ、中国、台湾、香港、フィリピン、シンガポールと協定を結んでいる。等各種の企画を通じて、本学人文学部グローバルスタディーズコースが中心と、 なり、交流を進めていくものである。ありがとうございます。